皆さんこんにちは。日本顔タイプ診断協会の岡田実子です。この YouTube は顔タイプ診断を中心に似合うファッションや髪型などをやっていく YouTube になっています。でも今日は骨格診断特集をやっていきます。なぜかというと、私はパーソナルカラー診断、骨格診断、顔タイプ診断などトータルに学ぶイメージコンサルタントの学校、ハッピースパイラルアカデミーというところの代表もしておりまして、今日はその出身の皆さんと一緒に YouTube やっていきたいと思います。で、今日の YouTube はもう知りたい方いっぱい多いと思うので、大人気のシーイン×骨格でやっていくので、自分の骨格に合う服のポイントが分かるだけではなくて、その服がそのままどういうアイテムかがもうネットで見れるようになっているので、ぜひチェックしてもらえたらと思います。じゃあお名前と顔タイプと骨格をお願いします。はい、ゆうこです。骨格ストレート、顔タイプエレガントです。あっこです。骨格はウェーブで、顔タイプエレガントです。えりこです。骨格がナチュラル、顔タイプがソフトエレガントです。今日この3人がモデルで登場してもらいます。そしてスタイリングを一緒に考えてくださったさやさんです。よろしくお願いいたします。さやです。顔タイプはソフトエレガント、骨格はストレートです。はい、ね、今たまたまなんだけど、エレガント、エレガント、ソフトエレガント、ソフトエレガントで、骨格が違えばまた印象が全然違うと思うんですね。あ、岡田です。顔タイプクールの骨格ウェーブです。骨格の回なんでちょっと言っておきました、すみません。まあ、そんな感じでね、お顔だけでなくて骨格によっても結構似合うものが変わってくるので、いろいろ説明していきます。じゃあまずね、ちょっと骨格あるある、夏どうかなっていうので座談会してみたいんですけど、例えば私ウェーブなんで夏大好きです。なぜかというとノースリーブ着れるから、ノースリーブとかウエストマークとか薄着が得意だから、なんか秋冬になるとなんか寂しいって感じがするんだけれども、どうですか、夏の服気にしてることあります？私はとにかく袖の場所が気になりますが、フレンチスリーブだとここの丸み一番太いところで切れちゃうので、腕がすっごいとこ見えちゃうので、やっぱり肩を思い切り出すか隠すか、どっちか、そこはこだわってます。あこさんはこだわりポイント、マキシスカートとか好きなんですけど、なるべく薄めの軽めのやつにしますね。素材は、そうですね、いいですね。あと上はコンパクトにとか、あ、そうですね、ダボダボにならないように。ジーコさんは？私はとにかく朝素材、あ、朝好き、大好きなのでもうほぼ朝のワンピース着てます。じゃあ夏嬉しいね。嬉しいです、本当に。なんか全部似合って見える気がします。マジック。サイさんどう、ストレート着て？そうですね、素材感やっぱり大事かなと思うので、骨格それぞれで、やっぱりこう厚さ、生地の厚さがあんまりやっぱり厚すぎても薄すぎてもストレートは着太りしちゃうので、買うときそこ気にする、そこ気にします。履き感とか特にストレートは気にしますね。みんな気にするポイントが違うんですね。では今日はですね、皆さんに一番ニーズが多いものを3つ選びました。何かというと、夏は絶対 T シャツ着たい、それからワンピ1枚で簡単に着たい、そしてデニム結構難しいと思うので、ワンピース、T シャツ、デニムを特集でやっていくので、自分に似合うポイント見つけてくださいね。では皆さんどうでしょう、夏といえばワンピースだと思うんですよね。1枚でストーンって着るのが一番楽だし、涼しい季節かなっていうふうに思います。なのでお気に入りの1枚をぜひ骨格で見つけてほしいなっていうふうに思います。で、紹介していくんですけれども、全然違う、今日はわざと黒で揃えています。全部ね、シーインのもので揃えてみました。で、まずストレートさん、ポイントはここが結構空いていることと、アイラインですね、細身なものを選んでます。で、若干厚みのあるものを選んでいます。どう、ウェーブとナチュラルの2人は？絶対着ない。胸元がね、胸元が絶対選ばない、選ばない。ここが気になります。ここが、このハリがここ出るよね、はい、確かに。なるほど。あと丈じゃない、丈、この中途半端な丈感はもう NC です。ブブーが出ました。でもこうやってね、ストレートさんだったら似合うというところになります。ウェーブさんはもうこの胸元の詰まりとフリルとウエストマーク、もうこれが必須っていう感じですね。すごいこう女性らしいデザインになっています。二
二人はどうですか？そうですね、なんか綺麗そうだけど、うん、顔タイプ的にちょっと甘すぎるかなっていう、うん、なるほど骨格的にはまだギリギリいけそうな感じがするんだけど、顔タイプ的にフリフリすぎるかなっていう、うん、どう、はい、私も同じく顔タイプ的にちょっとフリフリすぎるかなっていう、うんうんうん、骨格は、うん、結構角田とかもカバーしてくれるし、うんうんうん、あの丈も長いので、うん、骨格的にはいけると思います。おー、あのナチュラルさん、ストレートさん、朗報です。意外にこういったものでもあの本人たちまだ着れるかなっていうところがあるので、お顔立ち的にいけそうだったらゴーサインかもしれないですね。はい、じゃあナチュラルさんのポイントとしてはこうストーンとしたデザインで、あのストレートさんと違う点がゆるっとストーンとしてる感じなんですよね。この感じが結構ポイントです。それから丈が長い、もうこれ必須ですね。ただね、これ実際はもっと長くて、実は15センチ粗く縫いましたさっき。なので、え、何センチですか、リコさん。157センチです。15センチ縫ったんで、あのそれぐらいの身長の人は、まあ、お値段シーン抑えめなんで、ちょっとそこであの竹詰めしてあげるっていうのも一つなのかなと思います。あと素材感好きじゃないですか。あ、そうですね、この麻素材が好きです、うん、どう、2人はそれとな、あのウェブさん、ベルトしたいですね。あ、ベルトしたい私もウェブだから分かる。どう、もうちょっとなんか体にフィットする感じとかのラインとか、肩が多分ストレートだと丸みを拾っちゃいそうな形してるなと思って、気になっちゃうかもなと思います。もうちょっと長い方がいい。長いからノースリーブが短いかなと。本当似てるようでいて、もう少し下のねシェイプしたいというところがこのシルエットの違いに出てるかなと思うので、なんか見てて本当違いますね全然違いますねでは次に T シャツについて説明していきます。夏って T シャツ絶対着たいですよね。やっぱり1枚あると便利。でも骨格によって似合う似合わないが分かれるので、え、説明していきたいと思います。まずはストレートタイプさんですね。ポイントの一つ目、大きなポイントが胸元が空いている T シャツ。これはね、マストかなっていうふうに思いますね。で、ここが空いていると、ストレートさんってデコルテがめちゃくちゃ綺麗なので、これが見えて美しいというのと、首が長く見えたり痩せ見えがします。そしてもう一つポイントは、地厚なものを選んであげる。この厚みというのも似合うポイントになるので、この T シャツはそこをこうコンプリートできている T シャツになっています。長さはさらにあるとベストではあるんですけども、ギリギリいける長さかなと思います。ストレッチさん、さっき T シャツもちょっと厚みって言ったように、こういったアクセサリーのこう厚みとか重みっていうのもあった方が似合いやすいので、そういったものをセレクトしてあげるといいですね。あとこのネックレスが大事。詰まった T シャツを着たとしても、こうやってこう長めなネックレスを入れてあげることで、すっきり痩せて見えるので、おすすめのネックレスの長さになります。次に骨格ウェーブさんの T シャツのポイントは、まず一番は首元、胸元が詰まっているっていうのは、これ大きなポイントですね。やっぱりパカッと開いてしまうとこう生地が浮いたりするので、これぐらい詰まっているものが似合いやすいです。で、もう一つがこうやってパフスリーブとかもよくお似合いになるので、コップがふわっとしてたりすると得意なものになってきます。そして着丈は、まあ、これはすごく短いわけではないんですけれども、あまり長いものよりは長くないもの、これぐらいの着丈のものなんかはよくお似合いになると思います。で、もう一つアクセサリーの方に行ってみます と揺れる感じのピアスっていうのもウェーブさん得意ですね。そして3タイプ皆さんたまたまこういうネックレスをしてたんですけれども、ウェーブさん一番小さいもの、華奢なものをつけてらっしゃいました。こんな風にしてネックレスなんかも似てるテイストであっても、長さとか太さとか重ね付けで骨格によって少し違いが出てきます。では次に骨格ナチュラルさんの T シャツのポイントを言ってみたいと思います。まずね、一番のポイントは肩なんですよ。で、ストレートさんとウェーブさんはここの肩のところで切り替えがあってもいいんですけれども、ナチュラルさんはこうやって落ちてるのが得意です。それからここの筒の幅、袖の筒幅もあまりピタッとしたものよりはゆるっとしてる方が得意ですね。そして着丈も重心が下がった方がいいので、長めなものっていうのは得意になってきます。で、今日はさらに一つポイントを加えたんですけれども、こうやってアシンメトリーになってたりすると、
肩の張ってる感じがカモフラージュできてスタイルよく見えるので、こういったものを選んであげるっていうのもポイントになってきます。そしてアクセサリーはまず重ね付けっていうのが得意ですね。こうジャラジャラっと重ねてあげるのが得意です。そして先ほどここでもアシンメトリーって出てきましたけども、ピアスもね今日密かに違うものをつけてたりするんですけれども、こうやってこうずらしてあげたりすると魅力的に見えるタイプになっています。では骨格ストレートのデニムのポイントを説明させていただきます。まず骨格ストレートはやっぱりこうストレートというだけあってまっすぐのラインがとっても得意です。今回選んだデニムは、スリムストレート、少しスリムの形ではありますけれどもストレートのラインになっております。そしてあまり色落ちもしてないところもポイントで、あんまりムラがあったりとか雑味があると似合いづらい骨格なので、綺麗なあまり色落ちしてないものを選んでみました。一緒にトップスも今回選んだんですけれども、肩のラインがここちょうどに来るようなもの、これが内に入ったり、フリンチスリーブみたいなものだとちょっと肩の丸みが目立ってしまうので、セットインスリーブと言われるまっすぐの落ちるようなラインのものにしてあります。また、生地感が少し、しっかりしててまっすぐ落ちるライン、これもアイラインっていうんですけれども、ストレートが得意なものとなっております。骨格ウェーブについて今度は説明させていただきます。今回選んだデニムは少しストレッチが入ったものになっております。でストレートとは違って色落ちが入ってます。膝から上の部分に色落ちが入っていることによって少し重心が上がって足がまた細く見える効果がありますね。このヒゲが入っているのもポイントで、ここが入ることによってやっぱりスタイルアップする形になっております。で合わせたトップスはやっぱり柔らかくて薄い素材ですね。で重心を上げたいので、ウェーブさんは首が詰まるようにきちんとここにリボンがついて上の方に重心が来るようなものを選んでみました。で、肩のラインも先ほどとはちょっと違います。ちょっと内側に入ってて、またノースリーブは得意なタイプなので腕がこっそりしてますから見せてあげるのも夏はいいと思います。ウェーブさんはですね、下半身のここの腿の張りを気にされている方がすごくたくさんいらっしゃるんですね。ですのでこういったものがちょっと気になるわっていう方はちょっとジレ、今流行りのジレをね羽織っていただきます。そうするとここの腿の張りが気にならなくなってまっすぐのラインができてすっきり見えます。そしてこれすごく可愛いんですよ。後ろがフリルなんです。これもまたちょっとね重心バランスが上がってウェーブさんにはとってもね似合う感じになるかなと思います。曲線がちょっとあるようなお顔のタイプの方はこういう白だったりフリルが入ってたりすると女性らしさが入るのでジレもそんなにかっこよくなりすぎないと思います。続いて骨格ナチュラルタイプになります。今回選んだデニムはかなりちょっと地厚のものですね。他の2タイプに比べるとやっぱり素材は厚い感じになります。そしてシルエットが全然違うのが分かるかなと思うんですけれども、やはり太めになってます。下に重心があるのが似合うタイプなので、少し筒幅が太いものとか、あとはセミフレアのようなものとかワイドとかが似合うタイプですね。で合わせたトップスなんですけれども、こう下の方にちょっとこうボリュームが出るような膨らみ袖で、シアのものは流行りなので素材は軽いですけれども、こういったものも取り入れてもいいかなと思います。あえて、アシンメトリーに片方だけ裾を入れてます。こういう風に崩して着るのがナチュラルさんが得意です。そしてゆるっとしてるのが得意なので、よく見ていただくと分かるんですけど、襟を抜いてちょっとこういう風にラフな感じにされるときちんと着るよりずっと似合うタイプとなっています。はい、終わりましたけれども、なんか同じアイテムでもみんな全然違って面白かったですね。面白かった。よかったです。また何かリクエストあったらぜひコメント欄に書いていただければと思います。じゃあ今日の YouTube 面白かったよっていう方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあシーンのおまけコーナーです。これが、ウエストを調整できるアイテムになってて、こんな感じで引っ掛けて使ってもらうと、でウエストを調整できます。で骨格ウェーブさんとか、あとウエストが緩い方とか、すごくこういうアイテム使っていただくと今まで履けなかったデニムとかすごい履きやすくなります。